人生は変えられる石井隆です。今すぐに人生を変えたい、もう待てないという方はこちらの無料メールセミナー、人生を変える7つの魔法に今すぐご登録ください。登録いただくと特典動画も見られるようになります。今回は辞表を提出した日という話をしていきます。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。僕が人生で勇気を持った日っていうのは、アナウンサーを辞めますという辞表をね、辞表っていうとちょっと叩きつけるみたいなイメージがありますけど、退職願いですよね。これを出した日というのが僕にとってとても印象的な日だったんですね。でまず僕、入社4年目にスイートスポット理論を知って、入社4年目の4月5月だったかな、ちょっと いつか忘れちゃったんですけど、それで考えに考えて辞めますというふうに、入社4年目のね1月2月ぐらいに辞表を提出したら、なんて言われたかっていうと、部長から局長に退職願いが回って、局長が捨てといたって言われたんですよ。捨てといた、ちょっと待ってください。僕人生かけて超勇気を持って退職願い書いたんですけど、捨てといたってどういうことですか？言ったら、いやお前は辞めてもいいよと、でもあと1年やってみろって言われたんです。なぜかっていうと、だってお前のレギュラー番組あと1年続くじゃんと、ラジオの番組はあと1年続くから、あと1年だったら多分そのラジオ番組枠ごとなくなるかもしれないんで、あと1年はやった方がいいだろうと、それだけだ、まだ仕事あんだから、あと1年だったらお前仕事なくなる可能性があるから、1年の命なんだよと、なんで1年寿命を早めるんだっていうふうに言われて、でその時に、他の上司とかからめっちゃ怒られて、お前一度辞表提出したやつがうちの会社で出世できると思うなよみたいなことも言われました。呼び出されてね、いや出世しないんで、だから1年後に辞めるんで1年だけ一緒してください、本当すいませんみたいな感じで、でそこで1年ちょうど一周、することになって、で1年後の2月11日だったかな、その日にね辞表を提出したんですよね。でその時にですね、たまたま2月10日にこう人事異動とかがあって、で人事異動で僕がね、他の、そのアナウンサーをどんどんラジオに行かせるとか制作に行かせるとか、なんかいろんなそういうなんかぐるぐるこうちょっと回していこうみたいな時期で、で僕ラジオ制作部アナウンサーみたいな感じで、あのテレビじゃなくてラジオメインのアナウンサーみたいな感じでこう人事異動も発令されたっていう、その翌日に僕が退職願いすでに出してたんで、出すって思って、人事異動と同時に辞めますみたいな感じで行ったんです。でなんでだと、むちゃむちゃ局長から怒られまして、サラリーマン失格だぞと、その人事異動の当日に辞表を提出するなと、前日だったらまだいろいろ組み替えられたのにとか言われて、サラリーマン失格だなっていうのが僕すごいちょっと嬉しくて、サラリーマン失格なんだやったと、でなぜお前昨日じゃなくて今日出したと、サラリーマンだったら知ってるよなと、今日が人事異動の日だって、でもまさか自分が人事異動の対象になってると思ってなかったし、でその時にね、なんでだって言われて、いやなんでってこの日って決めたんですよと、僕は2月11日に辞表を出すと半年前1年前から決めておりました、なんでだって言ってさらに突っ込まれて、でそれでドクターコパの風水カレンダーに過去の自分から解き放たれる日って書いてあったんです。だからドクターコパの風水カレンダーを見て、過去の自分から解き放たれる日って書いてあったんで、この日にしようと思って僕1年前から準備したんですよ、正直なこと言ったんですよ、正直なこと言えっていう。でそうしたらですね、なんとこう報道部会とかで、あのアナウンス部の石井君が風水を信じて辞めることになった、みんな止めないでくれっていうふうに言われて、でその年にね、他にもね退社する人が現れたんですけど、お前も風水かって言われて、とばっちりを受けたっていうのが、だから僕ね、前代未聞の風水退社っていうことになったんですよね。なんで風水退社なの、風水退社じゃないんだけど、ずっとその日に辞表提出しようと思っていて、1年前にだって辞表撤回した時からもうその来年辞めるって言ってたのにっていうことだったんですが、結局そんな感じで僕は辞表提出してめちゃめちゃ怒られて、怒られてじゃないか、日が悪いと、辞めるのはいいけど今日出すなよみたいな感じで怒られたんですけど、でもね、それ僕サラリーマン失格だって言われたのがすごく嬉しくて、そうか、やっぱりサラリーマン失格なんだ、社長として合格なんだとか思って、でそこでこう帰りがさ、会社から出たらもうすごく空が青くて、こんなに空って青かったんだと思って、もうあの日の空はもう忘れないな、これから自分の人生が始まると、無職でね、ゼロからスタートするっていうことで、怖かったけどワクワクの方が大きくて、アナウンサーでゼロからって誰もやったことないじゃん、多分いるんだろうけど、やったことがある人いると思うけど、でもこんなね、アナウンサー辞めてゼロからスタートして作家になって億万長者になるぞみたいな人っていないと思ったから、これはすごく僕としてはね、その後もね、
アナウンス部会で石井くんが辞めることになって挨拶をしてくれって言われて、いや作家になろうと思ってアナウンサーを辞めようと思いますっていうふうに言ったら、バカかと上司から言われて、お前さ自費出版がどんだけ金かかってるのか分かってんの、300万かかるんだよ、お前に300万円ないだろうって怒られて、いやいや自費出版じゃなくて僕商業出版を目指して作家になるんですけどって言ったら、とうとう石井は頭がおかしくなってしまったかって言われて、ちょっと待ってください、その言葉もらっていいですかみたいないつか本に書くぞみたいな感じで、だから僕作家になるからアナウンサー辞めるって言って、頭おかしくなってしまったかっていうふうに言われましたもんね。でもそのおかげでなんか吹っ切れたというか、やっぱりもう僕はサラリーマンじゃないんだな、全然考えてることが違うんだなっていう、なんかいわゆるこうサラリーマンの枠組みとは全然違うことを考えていたんだなっていうことを思って、でそこでねよりこう会社を辞めて頑張ろうっていうふうに思えたなというのが退職した日でしたね。退職した日じゃない、辞表を提出した日でしたね。とても思い出深く残っているので今回話させていただきました。あなたもそんな日が来るかもしれません。今回もご視聴ありがとうございました。人生を変える学びがあったという方は高評価とチャンネル登録、そして良かったよというコメントもぜひお寄せください。スイートスポットを見つけたい人のための個別人生相談会始めます。わーい。スイートスポットを見つけたいと思っている人、人生このままでは終われない、一発逆転したいと思っている人、人生を変えたい人、石井と直接30分話ができるという機会を作っていますので、ぜひ忘れないうちに今すぐにお申し込みいただけたらと思います。詳しくは概要欄をご覧ください。